って、うん、絶対合わないだろうっていう方が会っちゃったりすると思う、うんうんうん、店長になったら洞察力がすごいっていう、すごそう、すごそう、そういう人じゃなきゃきっとこんな風にできないよね。すごいわ、ほんと。確かに自分だ地元一緒だからお前行ってこいって言ってお客さんが頻繁に来るようになっちゃいましたからね。やっぱなんか親近感湧いたんだね、うん、お客さん、うん、こういうとこって本当慣れないと通いづらいっていうのあるからね、うん、話しやすい人がいると通っちゃったりするよ、ね、話しやすいしね、かこさん、そうですか、かわいいしね、いや可愛くはないんですけど、なんか可愛い、面白いし可愛い。